こんにちは、はるです。皆さん今日も一日お疲れ様でした。今回は女子が好きな男性の仕草にはどんなものがあるのかということを紹介していこうと思います。全YouTuber さんの中でトップ3に入るレベルで好きな方で、皆さんも多分ご存知だと思うんですが、八田絵美里様という方がいらっしゃいまして、過去に女子2000人のインスタグラムのアンケートを用いて投稿されていたんですよね。こうやって一人で動画を撮っていると視聴者さんから見たら、いやそれただお前が好きなだけやろっていう風になってしまうのも当たり前なのかなと思うので、今回はこの八田絵美里様の動画を拝見させていただきまして、その上で一女子の意見もさらに上乗せして発信することで、この動画を見ている方からしてもより多くの女子意見を聞くことができるんじゃないかなと思ったので、動画を撮らせていただこうと思います。もしも今度が良ければ高評価チャンネル登録していただけるとありがたいです。ということで早速。これ本当にどんな男性かかわらずこの仕草してる男性はかっこいいです。じゃあ早速いきます。男性の好きな仕草第7位、スポーツをしてる姿です。そして汗を豪華に拭って、服とかでね、汗こうやってね拭いたりとか、汗が滴ってる姿、そういう姿がかっこいいって言ってる方たくさんいらっしゃいました。正直男性がスポーツしてる姿って全員がかっこよく見えませんか？私の皆さん、いつもより3割増しでかっこよく見えます。それからこれも意見が多かったんですけど、汗をこうやって拭った時に見えるお腹、腹立ちが、これはたまらないっていう回答めちゃくちゃ良かったです。私も好き。あれかっこいいよね。まあ、これ7位なんだって思ったんですけど、まず7位はスポーツを知ってる姿。特に、この動画を見てちょっと思ったのが、腹チラも確かに好きなんですけど、走ってる時の真剣な表情とか好きですね。あとは、スポーツドリンクを飲んでる仕草。キュンときますね、個人的には。なんて言うんだろう、この部分かな。あと、そもそも、スポーツ系のファッションをしてる人、体のライン的にも綺麗に見える服装が多かったりするので、かっこいいなって思いますね。筋肉があるかどうかっていうのも、女子が好きな男性の部位みたいので紹介されることって結構あると思うんですけど、スポーツをやってる姿そのものに対してキュンとくる人とかは多いのかなって、やっぱこの動画を見てもちょっと思いますね。第6位は、頭を振って前髪を直す仕草です。これ男性の皆さんされてますか？多分前髪ある方が多いんだと思うんですけど、これかな、知って直す姿、これが好きっていう方が、ね、結構いらっしゃったんですよ。多いんだね。確かにその瞬間見たことよくあるし、それしてる時おって気になっちゃう感じはある。そうなんですかね。第6位は前髪を直す姿。逆に女子が冷める瞬間にありがちな男性の仕草っていうのを実は結構前に紹介したことがあって、エレベーターの鏡で前髪を直す男性っていうのを実は紹介したことがあって、やっぱ同じ前髪を直す仕草だとしても、どんな風に直すかによっても若干これって変わるのかなとも思うんですよね。なんかこうやって髪型をこうやって直す仕草がやっぱ女子結構多いからこそ、なんか男性のそういう部分も結構見ちゃうのかなっていう意見だなと思いました。第5位、さりげない気遣い、優しさです。例えば前髪ちょっと切ったの気づいてくれてたりとか、ちょっと寒そうにしてたら大丈夫って気づいてくれたり、その人のことをよく見てないと気づかないようなところをちゃんと気づいて気遣ってくれるっていう人、そういう方がキュンとするっていう回答多かったです。小さなことに気づくってことは、その分気遣いがあって優しい方だなって私も思うので、そういう方私も好きです。あ、私のことちゃんと見てくれてたんだみたいな、分かる、そう思ってキュンとするよね、いやいいね。これもっと私の中ではもっと上の順位だなと思うレベルでいい言動なのかなと思うんですけど、経験から来る体感値なんですけど、10人男性がいたとしたら1人ぐらいは前髪切ったとか、ネイルなんか変えたとか、そういう風に言う人っているのかなと思うんですけど、ほとんどそういうの触れないとか、あとは意外なのがなんか思ってるけど言わないとか、なんかそういう方って結構多いなっていう風に私はちょっと思っていて、意外と女性からするとレアな存在だと思われるかなって思いました。それぐらい女子側ってやっぱりちょっとした変化、そういうのに気づいてくれる男性はいないなって思う人の方が多いんじゃないかなって思います。第4位、んって引き返すことを、これ男性の皆さん言われじゃないですか？え、これめちゃくちゃ評価分かったんですけど、なるほど。自分が男性に話しかけて男性が聞こえなくて、んって聞いてくる、しかも自分の目線に合わせてんってしてくるのがすごいキュンとするっていう。これめっちゃ良かったです。男性の皆さんよくされてますか？私はあんまされた記憶がないからちょっとピンとこなかったんだけど、すごい多かったんだよねこの表。顔を急に近づけられるっていうのでキュンとするっていう方とか、顔を覗き込んでんって聞いてくるの、そういうのがねキュンキュンするみたいです。もう
キュンキュンしてきた勝手に。え、されてみたい。されたことない私。これはめっちゃわかるんですけど、なんでわかるかって言ったら、逆に嫌な返し方を私はいっぱいされたことがあるからなんですよね。は？みたいなとか、え？何？あ？みたいなのとかされたことがあるんですよ。なのでそれがすごい嫌だっていうのが結構私の中であって、やっぱ聞き返し方ってほんとたった一文字だし、ただ一瞬のその瞬間だけど人柄がすごい出る瞬間だなと思うんですよね。聞こえないっていう事実があった上で、それに対してイラつくのか、もう一回言ってみてっていう優しい気持ちになるのか、性格がゆえに出るものじゃないですか。このんとかちょっと耳を澄ました感じでんみたいな感じで言ってくれるのって、あ、なんか優しい人なんだなって思いますね。はい、じゃあ第3位。3位これもねめっちゃ分かったんですけど、笑顔です。笑顔か、笑顔それしか勝たんっていうコメントめっちゃ多かったです。笑顔の中でもさらにくしゃっとした笑顔とか、分かる、飾ってない笑顔、あと優しく微笑んでる笑顔、あと笑った時のこの目のシワ、目尻の、そう、わかる。ここにキュンってくる。これ何回も動画で見たことある。確かにどんな人でもそんなくしゃって笑われたら、はぁーってなるよね。いや、好き。めっちゃわかる。あと他にも多かったのが、普段はすごい無言で、真顔な感じなのに、友達といる時は急に笑ったり、そのギャップ？ギャップ、うん。それたまんないよね。やばい。ちょっと熱い、本当に熱くなってきた。そういうのドラマでも見るもんな。あるよね。澄ました感じの方よりはすごい笑ってるっていう方の方が一緒にいてすごい楽しいし元気になる、こっちが。なので存在として一緒にいてほしいってなるかもしれない。男性側からしても多分女性側にそう思うのかなと思うので、こう男女共通で結構高いんじゃないかなと思いますね。これはポイントが。でちょっとコミニ様も言っていた通り、この目尻のシワですよね。やっぱり目尻のシワしか勝たんっていうレベルで、私は本当にこの目尻のシワが寄った笑いじわが多い人が大好きです。あのインスタ2000人のアンケートで3位まで入ってるので、いやこれはもう相当多かったんじゃないかなと思いますね。笑いじわ今ないという方はあのここにあのセロハンテープとか貼って作っておいたらもう絶対得します。圧倒的に。ということで第2位いきましょう。実は私見てないですまだ。ネクタイを緩める。そうなんや。わかるわかる、うん、わかるわかる。これめっちゃ評価った。私もその回答を見て、いやわかるわかる、ここね、好きって思ってました。ここ何なんだろうね、うん、なんであんなかっこいいんだろうね。こう緩める、こうやってなんかセクシーですよね。こうやって緩める仕草がすごく男性っぽいし、ここら辺肌が見えるのもセクシーだし、オンとオフのギャップっていうのもあるし、女性はあんまりしない動作だからキュンってするんだと思います。確かに第2位はネクタイを緩める。いや女性がしない仕草なので、女性がしないことを自然とできる仕草ってすごい強いなと思いました。例えばその他にも、あ、腕をまくった時に出る血管とか、ここに血管がいっぱいこう集中してる人ってそんなに、まあ、いないので、それが女性から見てるとなんか、あ、すごいいいってなりますね。なんて言うんだろうな、これは多分私の中ではあざといって言うんじゃないかなと勝手に思ってるんですけど、うまく使えば本当に武器になるものだと思うので、なんかぜひ覚えていただきたいなと思いますね。じゃあラスト第1位、トゥルルルーン、腕まくりです。あ、腕まくりだった。腕まくりはさ言っちゃった。好きだよね。腕まくりって言っても後ろのワイシャツ限定っていう方が多かったです。なぜいいのかっていうと、腕まくりした時に見える男性特有の筋肉、たまらない、不意に見える筋肉に男らしさをキュンと感じてしまってキュンキュンしてしまう。あと腕に見える血管、これめっちゃコメント多かったです。なぜか女性には見えないんだよね血管って。そうなんですよね。その分男性の血管にキュンキュンしてしまう。あー、なんか守られたいみたいな。何なんだろう。やばい、気持ち悪いね自分。腕まくりした時に、あれ意外とこの人筋肉ある、男らしいって思って、その人から男らしさをねめちゃくちゃ感じちゃうんだよね。女性からの目線めちゃくちゃもらえるかもしれません。ここ私だったら絶対に。なんと、1をすでに言ってしまっていましたが腕まくりでした。いや妄想してしまいますがなっていう感じですね。血管が浮きまくった腕でバックハグされたい、そんなにこうエロい場所ではないのになんかすごい興奮するっていう場所はどこかなって考えたら、やっぱり男性は腕、この血管、女性は太ももの絶対領域なのかなと思いますね。ということで今日の動画いかがでしたでしょうか。まあ、ちょっとこういう風に女性のたくさんのリアルな意見プラスさらに上乗せするっていう形で発信していくと、トータルでこう得られる女性意見っていうのは多くなるんじゃないかなと思ったので、すごくいい動画だなと思うものだけをちょっと厳選して紹介できる機会があったら紹介させていただこうかなと思います。もしもこの動画が
少しでも参考になったという方がいらっしゃいましたらとても嬉しいです。ということで今回の動画は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。晴れでした。バイバーイ。